こんにちは、それともこんばんはかしら。早速だけど、このゲームの進め方について簡単に説明しますね。まずこのゲームには次元ブックマーカーというアイテムが登場します。これはゲーム中の任意のポイントを登録することで自由にその時間、場所へ戻ることができるというものなの。今後登録することをブックマークする。ブックマークされたポイントのことを飛び先と呼ぶことにするから覚えておいてね。他のゲームのセーブやロードと違うところは、名前の通り本のしおりのようにストーリーのしおりとして使用するところです。ちょっと想像してみてほしいんだけど、例えば本を読んでいる時にしおりを挟んでそのまま読み進めるとして、そしてしおりのページまで戻った場合、先のお話はすでに分かっている状態で再び読み進めることになるじゃない。これと同じようなことが次元ブックマーカーで可能になるということなんです。そうね、例えばある選択肢の直前でブックマークして先に進んで、アイテムや情報を入手してから飛び先に戻ると、そのアイテムや情報をキョンキに持っている状態で再び選択肢を選択できるということなの。もちろんこのゲームそのものを中断再開するセーブロード機能はあるけれど、それとは別のものということが分かってくれたかしら。ゲーム本編の中でも説明する機会があるんだけど、これまでの説明とそちらを合わせて次元ブックマーカーというものを理解してくださいね。あ、最初のうちは私のアドバイスに従って使用することを一応おすすめしておきます。慣れてきたら自由に使ってくれていいですよ。うまく配置することでより効率的にゲームを進めていくことができるから、いろいろ試行錯誤してみてくださいね。と、次元ブックマーカーについてはこんなところかしら。次にヒントメールについて説明しますね。これはゲームの途中に私からのアドバイスのメールがキョン君の携帯に届くという機能なの。ゲームに行き詰まった時なんかに参考にしてみてね。少しでも役に立てるよう私も頑張って書きますから。それじゃあ最後にスタンプラリーについて説明します。今回のゲームではキョン君がマップ上を移動する機会が何度もあるんだけど、この時一見何もないようなところにもスタンプが隠されていることがあるの。このスタンプを集めるとミニゲームでいいことがあるみたいだから、頑張って探してみてください。全部でいくつあるか、ごめんなさい、禁則事項みたい。でもマップ上のあちこちに設置されているから、いろいろ歩き回ってみたらいいと思いますよ。と、説明はこんなところかしら。ごめんね、簡単にとか言いながらすごく長くなっちゃった。それではぜひ最後まで楽しんでくださいね。